ローザ・ボヌール、ローザ・ボヌール、ロサ・ボーナー、1822年3月16日、ボルドーから1899年5月25日、本名マリー・ロザリー・ボヌール、マリー・エロザリー・ボーナーは、フランスの写実主義画家、彫刻家、動物の姿をありのままに捉えた作品を多数残した。ジョルジュ・サンドや、サラベルナールなどと並び、フェミニズム初期を代表する人物の一人である。 当時女性が画家になるというのは非常に珍しく、そういった意味での注目は若い頃よりあったが、1855年に描き上げた馬の死にてその名声を確固たるものとした。フランスの最高勲章であるレジオンドヌール勲章を女性芸術家として初めて受け、また女性で初めてオフィシエに昇格した人物としても知られる。フランスのみならずイギリスと アメリカ合衆国でも成功を収めた。1822年、画家であった父親レーモン・ボヌールの長女として、フランス・ボルドーに生まれる。レーモンは、オーギスト、ジュリエット、ローザの3人の子供たちに絵を進め、援助もした。ローザは、画家としての基礎技術は父親に指示し、動物のデッサンなどを行っていた。ピアノの教師であった母親ソフィアとは11歳の時に、 死別。ソフィアの父は不明で、ボルドーの負傷であった、ジャンイコール・バティスト・デュブランド・ライの養子となっていた。ローザは、母の出生の謎には何らかの国の秘密が隠されていて、自分が高貴な地の生まれなのではないかと想像するのが好きだったが、現在では、デュブランド・ライが、ローザの実の祖父であったとが判明している。ローザは、少女時代を、田舎のシャトーグリモンで過ごした。 幼少時よりお天場で、いくつもの小学校を退学処分となっている。お天場娘という評判はローザに一生ついて回り、私は誰よりも男の子だった。またローザもそれを変えようともせず、長じ手は髪を短くし葉巻を吸っていた。同性愛者であったローザは二つの熱愛を生きた。一度目は1837年に出会ったとのもので、この時ローザは十四歳。 ナタリーは十二歳であった。ナタリーもまた画家となり、二人はナタリーが千八百八十九年に亡くなるまで離れることはなかった。二度目はナタリーの没後、アメリカ人のこれも画家のアンナ・クルンプ・ケトのもので、ローザが亡くなるまでの十年間を共に暮らし、アンナはローザの包括獣医者となった。奇妙なことに、飲酒に強く縛られていた時代にあって、 ローザの送った風変わりな人生は、スキャンダルとはならなかった。とはいえ、家畜の見本市に通うためにローザは、男性の服装、より正確には、ズボンの着用、の許可を警察当局に要求しなければ、ならなかったという逸話がある。パリ県による、6ヶ月更新の異性層の許可。父の生徒として、ローザは1841年に初めてサロンで展示を行った。 1845年のサロンでは3位のメダルを、1848年には金メダルを獲得した。その翌年には政府の発注による工作ニベルネ地方にてオルセイ美術館をサロンで展示した。1853年のサロンに出展した馬野市メトロポリタン美術館像でローザは国際的な声を獲得し、各国をめぐりイギリス上、 ビクトリアなどの多くの人物に紹介された。皇后ウジェニード・モンティジョやコディ大佐、バッファロー・ビルとも会見し、コディは、数族の本物のブグ一式をローザに与えた。1859年に、ローザは、セーヌイコール・エイコール、マルヌ県、コミューン、パリの郊外、フォンテーヌブローの近くの、ブドウ畑にある城を購入して、アトリエを構え、ここでライオンをはじめとする多くの動物を育し、 その姿をキャンバスに収めた。1865年には女性芸術家として初めてレジオンドヌール勲章のシュバリエを除勲され、ローザは勲章を皇后手図から授かった。1894年の春にはオフィシエに昇進している。1899年5月25日に B で亡くなり、ペール・ラシェーズ墓地74区画に埋葬された。 アトリエに残された絵画、水彩画、ブロンズ像、版画及び個人のコレクションは1900年5月30日から6月8日にかけてパリの画廊、ジョルジュプチで売却された。現在では、ローザのアトリエは、トメリー・コール・ビーのローザ・ボヌール美術館として公開されている。ローザがオーベルニュの星草刈りを出展した1855年のサロンで、 法相の審査委員会は、すでに芸術家に授与できるすべてのメダルを獲得済みのローザ・ボヌール・城とは、その結出した才能のため、特別決定により今後は所得権を享受する。二人の作品は、審査委員会の審査を経ずに展示されると決定した。皇后は、ローザのアトリエを二度訪問している。1964年6月15日に一度訪れ。 1865年には、レジオンドヌールを私に再度訪れた。ウジェニード・モンティジョ皇后の訪問の様子は、オーギュスト・イクトル・ドゥロワノデスさんによる木版画として残っており、フォンテーヌ・ブロー宮殿に保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。